特集は証券をテーマにシリーズでお伝えしています。3回目の今日は広島の陸の玄関口 JR 広島駅周辺を取り上げます。この地域では再開発ビルの建設が具体化しているほか、商品価格の安い外資系会員制大型スーパーの参入も決まっています。このエリアのキーワードはこちら、成長です。神谷町八丁堀に続くにぎわいの場としての潜在能力を秘めた広島駅周辺、広島に新たな都心を作ろうという動きに注目します。広島市が都市の成長を牽引しようと再開発を続ける地域、名付けて新都心成長線、マツダスタジアムを含む広島駅周辺です。この地域の開発の目玉の一つ、それが外資系会員制大型スーパーコストコです。建設は急ピッチで進んでいます。建物は年内にも完成する見込みだということです。オープンは来年3月の予定です。球場周辺のボールパークタウン事業が加速しています。今月発表された地価では県内の商業地で唯一広島駅の北口が上昇しました。表の中でも駅周辺が成長を続けていることを表しています。再開発の動きも活発です。北口ではスタバの里地区に地場スーパー泉が店舗を備えた本社の建設を決定。南口では B と C2 つのブロックの動きが急です。 B ブロック地区で目立つのは建物の老朽化、再開発との兼ね合いで手をつけられない状態が続いています。ねえ、まあ寂しくなったんですよね。戦前からここで暮らす秋信さんは愛着のある土地の再開発に期待を寄せています。人が来るようなね場所になってくるよね。計画が持ち上がって31年、 A ブロックは完成しましたが、他は景気後退の煽りを受け済みませんでした。進展があったのは今年5月、家電量販店のビッグカメラと広島市が建物の一部を買い取り入居が決まりまして、年度内にも着工予定です。随分苦労したんですよね。それまでは B ブロックができて A と B がそうね、お互いに保管しながら、ここで相当な宗教が見込めるなと思います。また C ブロックは8月に再開発組合を結成、一部の地権者らが説明不足として反発する動きもありますが、計画ではエディオンの出店が明らかになっています。完成すれば駅南口は家電大型店の激戦区となりそうです。広島駅からおよそ800メートルに位置するマツダスタジアム、この周辺では今月スポーツクラブがオープンしました。続いて中国地方初となるコストコの出店が成長を物語ります。お客様をその非常に広域から集客することができますので、中国、それから四国地方ですね、こちらの方からもそのお客様の方が来場していただいて、ボールパーク館全体の賑わいの創出、そちらの方につながれます。コストコの進出に市民は、ネットで調べたらコストが来るって言って、これはいいなと思って、ちょっと変わったものが買えるしますね、はい、シェフなので、はい、それは楽しみです。ではアメリカ資本のコストコとはどんな店なのか、博多駅から10キロ郊外にある福岡県の国内1号店を訪ねました。中は倉庫店というだけあってものすごい広さがあります。そしてこの商品をご覧ください。商品の下にはフォークリフトで揚げるパレットがそのまま置かれています。こうすることによって作業効率を上げて人件費を抑えているということです。コストコは会員制です。買い物するには年会費を払い会員登録が必要です。それでも人気となる秘密は何といっても価格の安さ、食料品から日用雑貨まで全てが格安です。一言で言えば大量仕入れ大量販売、それと厳選した商品の種類が非常に少ない、それによって物流コスト、当然人件費を含めたいろんな節約も可能になってくる。商品の大きさはアメリカンサイズです。
店内で焼き上げるパンはなんと36個入りで498円。およそ20センチのバケツサイズの大きなティラミスは1498円です。これらの商品をお客は大型のカートに直接詰め込みます。今日は23,000。あの保存できるのもあるし、やっぱりここ量が多いので友達として分けて。今日は35,000ぐらい頼まれ物と食べて、あの普通のスーパーにない外国の洗剤が欲しいっていう人もいるので。人気の商品は多くがプライベートブランドです。日本製の倍の量が入ったスナック菓子、さらにトイレットペーパーも人気です。補充してもすぐに客が手を伸ばします。あのプライベートブランドでは時として品質ある程度我慢してというのも安くすることを優先的に作られている商品も世の中にはあるかもしれませんけど、コストの場合には商品の品質が圧倒的にいいというのがやっぱり大前提だから、リピーターがたくさんいらっしゃる。コストコは世界608店舗を展開し、グループ全体の売上は7兆円、世界ランキングは7位で、セブンアイホールディングスやイオンを上回る規模です。